皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画では2周年までのリセマラ最強ランキングについて解説していきたいと思います。2周年前と後でリセマラで取るべきメモリアが変わってきますので、個人的には2周年前にこの動画に気づいた方は今開催中のガチャでリセマラするのがめちゃめちゃおすすめになります。2周年で始めようかどうか決めようと思っていた方もいるかと思うんですけど、継続してやっていくかどうかは後で考えるとして、とりあえずリセマルだけでも今やっておいた方がいいと思いますね。実際ちゃんとプレイし始めた頃にもし2周年前までで引いていなかったとしたら、きっと後悔にすることになると思うんですよね。なので2周年前の今の時期にリセマラするのがおすすめになります。その理由も踏まえまして、最強リセマラランキングの方を解説していきますので、もし少しでもラスバレないしアサルトリリーに興味を持った方はぜひ最後までご覧ください。それではまず今来ているガチャがどんなものがあるかを見ていきたいと思うんですけど、こちらの明けましておめでとうガチャが今から始める方にとってはヤバすぎるっていうことになるんですよね。こちらのガチャはリセマラもさることながら、リセマラ後にガンガン進めてこちらの15回分の 22,500 ジュエルを貯めてここにブッパしてほしいっていうことなんですよね。なぜこのガチャにブッパした方がいいのかっていうふうに言いますと、まず星5確率が普段のガチャでは 3% なんですけど、それが 5% もあって星5が出やすくなっているっていう点と、このラスバレっていうゲームはコストという概念があり、コストが高ければ高いほど戦闘力が高いので、できればコストの高いメモリアを引きたいんですよね。でこちらのガチャではコスト18以上のものしか排出されないのでおすすめになります。さらにラスバレではデッキ構築型のバトルシステムを採用しているので、1枚だけ強いメモリアを持っていても意味がないんですよね。このような形で合計20枚のメモリアを組み合わせて効率ダメージを狙っていくっていうバトルシステムになっているので、単純にピックアップガッチャを引くよりかはこちらのコスト18以上が確定していて、なおかついろいろ引けるガチャの方がこのゲームのリセマラにおいては最強になります。ちなみに現状一番強いコストは20になりますが、コスト18でも序盤を支えるには十分すぎるほど強力なメモリアが多いです。僕はラスバレー初日からプレイしていますけど、未だにコスト18のメモリアは採用しているぐらいなので、リセマラでコスト18以上のメモリアを集めて、ラスバレではいろんな種類のガチャがたくさん来るので、目的別に合わせて必要なガチャを回していくっていう風にするのがおすすめになります。あと一応今コスト22のメモリアがピックアップできてますけれども、今回はそこまで強くなかったんで、現状はコスト20が一番強いですかね。リセマラからこの明けおめガチャを引くっていうのもいいんですけど、どうせ進めていけば165連分のジュエルが貯まるので、リセマラ後がっつりプレイする時間がある方は先にこちらのピックアップでリセマラだけしておくっていうのもいいかもしれません。と言いますのも、現在こちらの正月ガチャには初登場となるスキルがありまして、それがソロコンテンツをやる上でかなり重宝するスキルとなっています。スキルダメージには倍率というものがありまして、大ダメージ、特大ダメージ、超特大ダメージといった形で、今回ピックアップされているこちらの思い出を抱きしめてというメモリアは、特殊攻撃の中でこの超特大ダメージというのは初登場のスキルになるので、ぜひとも取っておきたい一枚なんですよね。ちなみに攻撃の種類は通常攻撃と特殊攻撃の2種類ありまして、通常超特大ダメージの方はすでに4枚実装されています。とここまで前置きが長くなりましたが、以上を踏まえた上でそれぞれの役割別に当たりメモリアを見ていきたいと思います。ラスバレには前衛後衛という概念があり、前衛は通常と特殊の2種類、後衛は支援、妨害、回復の3種類ありますので、自分がやってみたい役割に特化させて集めていきましょう。無課金や微課金でのプレイを考えられている方や、レギオンコンテンツよりもソロコンテンツを重視していきたい方は、前衛のどちらかの役割を選ぶことを推奨します。レギオンコンテンツっていうのは、9人で1つのチームを作り、ランキングを競う対人コンテンツなので、協力プレイが好きな方は、後衛役割の方が重宝されますので、後衛がおすすめになりますが、ソロコンテンツをやる上で、最初
から公営を選ぶっていうのは結構しんどいので、レギオンコンテンツをがっつりやっていきたい方以外は最初は前衛から集めることをお勧めはしておきます。ということで、ここからはランキングの方を見ていきましょう。まずは前衛通常役割からですね。第3位はこちら、白鳥の姫騎士、コスト19のメモリアですね。こちらは攻撃値がめちゃめちゃ高いっていうのと、このメモリアをゲットするともらえる武器、ラスバレではチャームと呼ばれてるんですけど、そのチャームはこちら、プリューサーオール SPTS。 こちらのチャームは現状だと水属性特攻の限定チャームの中では最強になりますので、水属性のメモリアが各属性の中で今のところ一番多いっていうのもありますので、通常でやっていくと決めている方にとってはかなりおすすめのメモリアになります。ちなみに前衛の方は最初は攻撃値がどれだけあるかっていうのを参考にしていくのがいいかと思います。4000を超えていたら強いですね。続いて第2位はこちら、 BZ のプロフェッショナル、コスト19のメモリアですね。こちらも同じく攻撃値がめちゃめちゃ高いっていうのと、このメモリアを獲得すると同じくチャームもゲットできます。このチャームがこちら、グングニル SPHM。こちらのチャームは通常攻撃力と特殊攻撃力がどちらもかなり高いステータスを誇るんで、通常役割としても特殊役割としても使っていけて、かなり汎用性が高いんですよね。ソロコンテンツにおいては両方使える方がいろいろやりやすいので、ソロコンテンツを重視していきたい方や、前衛はやりたいけどまだ通常か特殊か決めかねていてどっちもやれるようにしておきたいっていう方におすすめになります。そして第1位がこちら、不動なんとかの姫。すいません、漢字がねちょっと3つ目読めないのですいません。こちらはコスト18ですね。コスト18なのに1位なのって思われた方もいるかもしれないんですけど、ダントツでこちらが第1位となります。と言いますのも、ステータス的には先ほどの2位と3位のものには及ばないんですけど、こちらのメモリアをゲットした時にもらえる衣装、つまり使えるようになるこのキャラ、しおりっていうんですけど、しおりの持つレアスキル円環の御手はソロコンテンツにおいては必須で、ないとお話にならないレベルなんで、リセマラをする際はこのメモリアは取ることを前提で2位か3位のどちらかが出るまで回すっていうのが最強になります。リセマラをそこそこしたい人はとにかくこのメモリアが出るまでは粘りましょう。この円環の御手を持っているキャラが現状少ないので、結構ここ逃すとソロコンテンツ攻略に苦戦してしまうので、ぜひゲットしていきたいところですね。以上が通常役割のリセマラランキングでした。次に特殊の方を見ていきましょう。特殊に関しましては、明けおめガチャよりも正月ガチャでリセマラする方が楽で、なおかつ効率的かなっていうふうに思います。通常の時は激アツメモリアが3つも眠っていたので明けおめガチャ一択でしたが、特殊は特に取りたいものが1つだけで、その1つも必須レベルかって言われるとそうではないので、こちらの正月の第2弾の方でリセマラするのがおすすめになります。ピックアップの方なら4枚中2枚が特殊になりますので、当たりやすいっていうのと、先ほどお話しした初登場の超特大ダメージを持つメモリアを引くことができるので、メモリア自体のコストも20とかなり戦力的には高いっていうのもありますからね。第1弾と結構見た目が似てますので、お間違いないようにお願いします。下が第1弾で上が第2弾になります。メモリアには凸システムっていうのがありまして、4回限界突破することで最大戦力になるんですけど、凸するためには同じメモリアを引くか、ガチャすることでもらえるメダルと交換するか、ガチャを引くことでもらえるメモリアムーンという素材を使用するかのいずれかになりますので、思い出を抱きしめてを2枚引くまでは続けた方がいいかもしれません。超特大ダメージのメモリアですね。もしくは思い出を抱きしめてを1枚、こちらの尽きて返すはウサギ姉妹を1枚と幅を持たせてもいいかもしれませんね。最初はとにかく20枚の星6をセットしていきたいっていうのもありますからね。ただ結局育ってくるとメモリアは貫突しないと使わなくなってくるので、初めから貫突を狙うっていうのはありですね。どちらを優先するかは好みで決めてください。あと注意点です。こちらのガチャ期限は1月10日11時59分までしかなく、この動画が投稿されてから1日しか猶予がないので、もし間に合わなかった方は明けおめガチャでコスト19以上のメモリアを3枚引けるまでという形にするのがいいかなっていうふうに思います。一応一つおすすめはあるので載せていきます。こちらの親愛なるルームメイト、
こちらはコスト21のメモリアで、ステータスもさることながら水属性特攻の特殊の限定チャームの中で最強のチャームが手に入るので、もし狙うならこちらがおすすめとなります。ただこれが出るまで粘るっていうのはしんどいっていうふうにも思いますので、妥協案としてコスト19以上3枚っていうふうにさせていただきました。特殊のおすすめメモリアは以上になります。次に支援と妨害なんですけど、こちらはリセマラの段階から厳選するのは非常に困難なので、以下の条件のいずれかを満たすものを引けた時にリセマラ終了でいいかなっていうふうに思います。まず支援からですね。コスト19以上で衣装が解放できるもの3枚、コスト19以上で攻撃支援が大アップするものを3枚、コスト20以上で衣装解放できるものを2枚、コスト20以上で攻撃支援が大アップするもの2枚です。衣装が解放できるかどうかはこちらの出現一覧をご覧いただくと、衣装解放っていうマークがついてますのでわかるかなっていうふうに思います。攻撃支援大アップはこのような表記になっています。次に妨害です。妨害もコスト19以上の衣装解放なら3枚、コスト20以上の衣装解放なら2枚、あとはコスト19以上で防御妨害を大ダウンするものを3枚、コスト20以上なら防御妨害が2枚っていう風な形がいいと思います。防御妨害大ダウンはこのような表記になっています。最後に回復です。回復の激アツメモリアは3枚あります。リセマラの終了時期としてはこちらのクリエイターズコラボ、好きなものを一緒にのメモリアをベースに、この後ご紹介する2つのどちらかの1枚を引けた場合か、こちらのメモリアを2枚引けた段階で終了でいいかなというふうに思います。こちらのメモリアは回復に通常防御と特殊防御が両方アップする効果がついていて、汎用性が高く使い勝手がかなりいいので、回復でリセマラするときはこのメモリアの獲得を目指しましょう。残り2つのメモリアのうちの1つはこちら、クリエイターズコラボクレハも頬も色づいて、もう1つはこちらクリエイターズコラボペアトレ。こちらはどちらもスキル効果は同じなので、どっちを引けても OK かなっていうふうに思います。効果は回復に通常防御と水属性防御アップがついていて、2種類の防御スキルがついているのが強いのでおすすめです。また回復の方でリセマラ後がっつりプレイできるって方は、明け嫁ガチャは後から天井まで引くっていうことにしておいて、リセマラはこちらの光栄ガチャでするのがいいかもしれません。というのもこちらのガチャでピックアップされていますクリエイターズコラボ今年もよろしくねのメモリアは、スキル効果自体は先ほどの好きなものをご一緒にのメモリアと同じで、回復に通常防御と特殊防御を両方アップさせる効果がついてきますので、単純に明け嫁ガチャよりは引ける可能性が高いです。どちらを優先するかは各自の状況で合わせて判断してみてください。冒頭でも言いましたが、リセマラが終わりましたらこちらの明け嫁ガチャは最後まで天井してください。っていうのもこちらでもらえる素材がかなり美味しいので、こちら全部回収すると育成がかなりはかどりますので、リセマラを終わられた方はまずこのガチャの天井を目指すことから始めてください。といった具合にラスバレのガチャってめっちゃ多いなっていう風に思いませんでした？ガチャ自体はすごい多いんですけど、全部目的別で来ているっていうのと、デッキ構築して戦うバトルシステムなので、自分にとって必要なメモリアを取るために必要なガチャを回すっていうスタンスなので、基本的にスルーするガチャも多いですね。運営もそういう方針ですので、ガチャめっちゃ出して儲けてやろうっていう感じのものではないので、そこはご安心ください。むしろ目的別で細かく出してくれているので親切だなっていうふうに思うくらいですね。以上でリセマラどのメモリアを優先すればいいかを解説してきましたが、動画の内容いかがだったでしょうか？説明が多かったので1回では理解できない可能性がありますので、一度一通り見ていただけましたら、自分が担当したいっていうふうに思う役割の部分だけ見直していただければなっていうふうに思います。ちなみに今回は2周年前までのリセマラランキングで、2周年のタイミングでガチャが切り替わります。そのタイミングで今来ているガチャよりもやばい可能性があるんですよね。ただ通常の方はしおりを引くっていうことがマストになるので、今のガチャ優先でいいかなっていうふうには思いますけどね。ただ2周年のタイミングではジュエルを配ってくれる可能性もあり、リセマラを今よりも多くできる可能性があるので、1回で多くリセマラしたい方は2周年が来るまで待った方がいいかもしれません。また2周年以降のリセマラ動画も上げますので、2周年以降リセマラされる方はご参考にしていただけましたら幸いです。という形でね、これ
からもアサルトリリーに関する動画作っていきますので、アサルトリリーに少しでも興味持った方はチャンネル登録高評価をしていただけると嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。また次回の動画や配信でお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。